雪潮の面影で、著者が、渡辺教授さんです。ちなみによろしければ本当は一冊しか紹介できないんですが、こちらの日本近世の起源っていう同じく渡辺先生が書かれた本を両方読まれるとすごくなんというか日本文化の奥深さ、そして伝統と呼んでいるものが必ずしもその変わらずずっとあったわけではなくて、日本人というもの自体も時代によってすごく変わっていってるということが分かる、2冊の本になっていると思いますので、まずはこちら読んでいただいて、余力があれば両方読んでいただけると嬉しいかなと思います。渡辺先生と実はありがたいことにというか、私の父がもともと知り合いで、で、熊本 の在住の方ですの で正直言うと父の知り合いだったので、私がもう本当に小さい頃から家に来てくださったりしているようなことがあり、非常にこう気さくな子供にも優しいおじさんというようなふうに僕は渡辺先生のことを最初に認識してしまったの でその後本書いたんだっていう話になって、そっかこの人はそういう人だったというふうに逆に認識し直して、でこう本を頂戴しまして、でちょうど大学の 1,2 年生頃だったと思うんですけれども、かなり分厚い本なんですが、読ませていただきました。はい、いやもうびっくりしましたね。非常に世界が広がったというか、本を読んでこんなに世界が広がるんだなということを初めてではないですが非常に強く体験した本かなというふうに思います。はい、そうですね、絵ももちろん印象に残ってるんですけれども、とにかくそのこの雪潮の面影っていうのは、ちょうど幕末から明治初頭あたりにかけて日本にやってきた海外の方々が、書き記したいろんな文章を渡辺先生の視点でこう再構成しているものなんですけれども、もちろん当時の日本に来た海外の方々の文章というものも素晴らしいんですが、渡辺先生の再構成の仕方によって非常に何というのか生き生きと描写がされているので、その挿絵を見るだけというよりもその文章から当時のことがもうなんか映像のようにこう見えてきて、すごく本を読んでるんですけれども映像体験を味わっているような臨場感のある本で、すごく興奮したのを覚えてますね。すごくこう描写がやっぱり、海外の方が書いたものがベースになっているからかもしれませんけれども、本当に何というか当時はあんまり写真もない時代だったと思いますし、それから当然動画のねなんていうものはない時代なので、なんとかそれをこうね日本に来て見た鮮烈な印象をなんとか文章に残したいという多分海外の方々の思いが、そのまま残っているので、非常に映像的な部分も多いかなという気は今でもしますね。日本の伝統とか歴史とか私たち一言で簡単に言ってしまったり、自分自身もするんですけれども、その中にやっぱり、その歴史とか伝統とかって言っている言葉の中には当時生きていた人たちの生活というものがすごく凝縮されているんだということをやっぱり改めて感じるというか、非常に本の中で描写されている事柄っていうのが生々しいことがすごくたくさん書かれているので、なんというか幕末とか明治時代っていうのがその昔のことではなくて本当に今のこう今に生きながらそこを覗いているかのような臨場感がある本なので、そういった意味では、日本の伝統文化をベースにしながら作品を書いている自分にとって非常に物を考えたりする時のベースになっている
本かなというふうに今でも思っています。私が読んでてやっぱりこうなんだろうな、こう文章として面白いなというふうに思うものは、うまい下手もあるんでしょうけれども、それよりもその方の感じたことがきちんとその方の言葉で書かれているものがすごく印象に残る気がします。なのでもちろん大学で学ばれるということはそういうテクニカルなことも学んでいかれるんだとは思うんですけれども、それ以上にその、ご自身が書かれる時の視点であるとか、ご自身に嘘のない言葉というんでしょうか、そういった文章を書かれるようになれば読んでる人たちはすごく分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。